はい、皆さん、こんにちは。フォートナイト考察のたくまです。たった今ね、スイッチのニュースにて、シーズン7のティザー画像というか、イメージ画像のようなものが発表されましたので、それをね、皆さんに紹介したいと思います。これが今回登場したシーズン7のイメージ画像。 現在、宇宙からエイリアンがやってきていることから予想していたように、バトルバスの後ろに夜空に輝く星々が映っており、シーズン7のメインテーマは宇宙と考えて間違いないようです。 そしてバトルバスの左側が緑というか黄緑色のような背景。これは現在フォートナイトの世界に現れている UFO が黄緑色の光を放っており、そしてプレイヤーを UFO に拉致するときにワープするときの色も緑色の光が放たれていましたので、このイメージ画像の黄緑色は宇宙からやってきたエイリアンの UFO の色をイメージしているのではないでしょうか。 ここからは少し考察的な話になるのですが、チャプター2のシーズン3の時、宇宙からやってきた月の民であるシオナ。このシオナの乗っていた宇宙船のエネルギーも、現在、フォートナイトの世界に来ている u f o のエネルギーと同じ緑色をしているんですよね。あの時のシオナが伏線となっており、このミステリーサークルを作っているエイリアンたちとシオナが関係しているのでしょうか それとも、シオナとは全く関係がないが、ゼロポイント、キューブに次ぐ何かしらの緑色のエネルギーが宇宙に存在しており、そのエネルギーをエイリアンたちが使っているのでしょうか。その辺もどうなっているのか、シーズン7がめちゃくちゃ気になります。そして、これは昨日の夜11時に来た不気味なテレビを破壊するというクエストの内容になるのですが、 このクエストに映っている人物の名前が、はてなはてなはてなで隠されており、そして顔の写真もシルエットとなっており、これを話しているのが一体誰なのかわからない状態となっています。この謎の女性が非公認の放送は根絶しなければならないわ。 と言っており、マップ上に存在する5つのテレビを破壊すると、どこから発信されているのかは、察しがつくわ。気に入らないわね。 言っているんですよねこのテレビを破壊するクエストのちょうど1週間前、市民ラジオを使うというクエストが発生し、マップ上にある5つのラジオを聴くというクエストがあったのですが、この市民ラジオの内容は UFO を見たマリという人物が勝手に公共の電波を使い、エイリアンについての情報をラジオで話すというような内容となっていました。 そしてそのラジオを聞いたイマジンドオーダーのスローン博士が直ちにエイリアンに関する通信と会話を中止しなさいと怒っていたことを考えると今回このテレビに対し非公認の放送は根絶しなければならないわと言っているこの謎の女性こそが あの、エージェント・ジョーンズの直属の上司であり、ゼロポイントの研究を行っているスローン博士なのではないでしょうか。これまでスローン博士の名前は登場していましたが、その姿、形まではわかっておらず、これまでの動画でスローン博士の画像として、このようなイラストを使わせてもらっていたのですが、このシルエットを見るに、アフロヘアーに巨大なピアスをつけているという、博士というより、 イケイケなド派手おばさんのように見えます。いや、もしかすると実験に失敗し髪の毛がボッサボサになってしまっただけなのかもしれません。ここでスローン博士がどこから発信されているのかは察しがつくわと言っていますが、このテレビどこで誰が放送しているのでしょうか 前回、ラジオを放送していたマリが、今度はテレビを使って放送を始めたのか、とも考えましたが、前回のラジオの最後にて、マリは I.O. に襲撃され、その後戻ってくると、しばらく休むことになるわ、と言っているんですよね。言えることはあまりないけど、気をつけて、お願い。I.O. に、エイリアンや UFO に関することは喋るなと脅され、息承知してしまったようです。 このような状態のマリですので、このマリがテレビを放送しているとは思いません。このテレビに映っている映像を見てみると、あのコロッサルクロップスに現れたミステリーサークルと同じものが映し出されており、そこには4日と書かれています。 この4日というのは、チャプター2、シーズン7が始まるまで、あと4日であるということを表している、いわゆるカウントダウン的なものだと考えられるのですが、この記号がエイリアンの UFO によって作られたミステリーサークルのものと同じとなっていることを考えると、このテレビ、エイリアンが放送しているのでしょうか 正直、宇宙を UFO で移動できるような科学力を持つ宇宙人が、わざわざテレビのような古いメディアを使い、自分たちの存在をアピールするとは、あまり思えないんですよね。他に宇宙人の存在を知っている人物は、マリのラジオにて、マリと一緒に話していたデニスとターグ。このデニスとターグが、エイリアン、UFO の存在を確信し、 独自にテレビ放送を始めた可能性もあるのではないでしょうか。スローン博士はどこから発信されているのかは察しがつくわと言っており、マリとデニス、そしてタークがエイリアンについてラジオで会話しているのを聞いていましたので、察しがつくと言っていることにも納得がいきます。 ちなみに、このスローン博士だと思われるシルエット。マーベルのワンダービジョンという作品に登場するモニカランボーという女性に非常によく似ているんですよね。まん丸アフロヘアに丸くて大きなピアス。このシルエットと特徴が非常によく似ています。 フォートナイトクルー特典の4枚目のロード画面にてピンクのクマちゃんがフォートナイトの世界に戻ってきていましたがこの時ピンクのクマちゃんの後ろにあのマーベルのキャラであるロキのシルエットが映っていましたので宇宙がテーマであるシーズン7そして宇宙をテーマとしていることが多いマーベルの作品 もしかすると、チャプター2、シーズン4と同じように、また、マーベルコラボが発生するのではないでしょうか。もしも、スローン博士が、マーベルのモニカランボーをモデルとした人物として存在しているのならば、このモニカランボーを調べることによって、スローン博士や、I.O. の考察につながるのかもしれません。 ということでね、自分でシーズン7が始まるまでに、マーベルのワンダービジョンの作品を全部見て、そしてその内容から、フォートナイトのストーリーに繋がるようなことがもし発見できれば、また皆さんに紹介しようと思います。はい、ということで今回の考察いかがでしたでしょうか基本的にね、シーズンが切り替わる3日前から1日ごとに、次のシーズンのティザー画像が登場するというのが、これまでのフォートナイトの流れですので、 多分、明日からね、シーズン7が始まるまでの3日間、ゲーム内なのか、公式ツイッターなのか、どこでどう発表されるのかはわかりませんが、何かしらのティザー画像が公式から発表されるはずです。 そのティザー画像についてね、できるだけ日本最速、そして世界最高峰の考察を加えて動画を投稿しますので、シーズン7の最新情報が気になる方は、ぜひチャンネル登録、そしてクリエイターサポートもよろしくお願いします。シーズン7のね、バトルパスを買う前に、タクマンプロにクリエイターサポートしてくれたら、マジで嬉しいです。はい、最後までご視聴ありがとうございました。